結城奈さん。80年代後半から90年代にかけて、アイドル歌手としてだけでなく、女優としてブレイクしながらも、ある大物との大人の事情が原因で、23年間、民放の連ドラから、干されていたとも言われています。しかし、23年とは、なぜ、そんなことになったのでしょう。気になって調べてみました。結城奈さん。本名は、田沢奈さん。1970年生まれの50歳。神奈川県横浜市のご出身。東京アクターズスタジオの第1期生となり、映画「ソウルミュージック・ラバーズ・オンリー」で女優デビューすると、90年映画「アイ・マイ・ミー」に主演。主題歌「ガラスのピノキオ」で歌手としてもデビュー。以降、歌手や女優として、アイドル的な人気を誇った。結城奈さん。ドラマ「北の国から92素出し」で、黒い田純の恋人松田珠子役を演じ、子供を妊娠し中絶するという、衝撃的な内容で一躍脚光を浴び、93年ドラマ「ポケベルが鳴らなくて」では、緒方健さん扮する親友の父親との不倫に溺れる OL を演じたところ、見事にこれがハマって、大ヒットを記録したのはいいのですが、結城さんの演技のあまりの自然さに、彼女自身もそうだと思われ、たちまち、女が嫌いな女、女性の敵、と、なぜか社会現象を呼ぶほどの大バッシングを受けることに、それを機に仕事も激減してしまい、もう日本では仕事できないと思ったのか、99年の結婚を機に、ロスに移住したのでは?と言われていました。しかし、いくらハマり役だったとはいえ、所詮、役の上だけの話。そこまでのバッシングを受けるのは、あまりにも不自然すぎると思ったら、やはりとでも言うのか。あの、激しいバッシングの裏には、仕掛け人がいたというのです。一体、誰だったのかというと、実は、問題のドラマの、ポケベルが鳴らなくての脚本を書いたのは、おにゃんこクラブをはじめ、AKB や乃木坂、欅坂など、数多くの女性アイドルグループのプロデュースを手掛けてきた。自身も根っからのアイドルオタクの、あの大物、A 氏だったのですが、実は、その A 氏が仕掛けた可能性が今でもなお、囁かれ続けているというのです。なぜかというと、もともと彼女のことが大のお気に入りで、当時すでに奥様がいたにもかかわらず、結城さんに対して女優として仕事を与える代償に肉体関係を迫っていたんだとか。しかし予想に反して、結城さんが毅然とした態度でそれを断ったことから激怒し、結城さんが歌うはずだったポケベルの主題歌を突如別の歌手に歌わせ、そればかりか、ドラマの内容も世間からバッシングを浴びるよう、言葉巧みに書き換え、さらには、業界関係者に陰口を吹聴しまくっていた、というのです。そうして巧妙に仕組んだ作戦は、見事なまでに大成功。それに泣きっ面に鉢とでも言うのか、彼女の所属事務所が倒産したことで、事務所を移籍するもパッとせず、イメチェンのためということで、ヌード写真集まで出すのですが、ドラマなどの仕事は激減し、以降は A 氏の影響が少ない、映画界に戻って細々と活動しますが、そんな彼女の涙ぐましい努力も、巨大な力に抗うことなどできず、結城さんは日本にはいられないほど、嫌いな女優ナンバーワンとバッシングを浴び、涙ながらにアメリカへ逃亡してしまった。という、もっぱらの噂です。これが本当の話なら、なんとも、凄まじい演出力としか言えません。しかし、当の結城さんはというと、毎日3時間ほどしか寝る時間がないほど忙しく、バッシングを気にしている余裕はなかったそうで、なんとなく、自分の周囲がざわついているな、と感じる程度だったそうです。ともあれ、捨てる神あれば拾う神あり、
失意の彼女に一筋の光明が差します。文化庁の新進芸術家海外研修制度に合格し、1年間ギリシャに研修生として国費留学する機会を得た彼女。英語力と演劇をじっくり学んで、女優として着実にキャリアを積んだことが。いきさつはどうであれ、その後の彼女に意外な幸運を運ぶのです。ダメ元で受け続けたオーディションが実を結んで、2006年にクリント・イーストウッド監督の映画硫黄島からの手紙に内名義で出演するや、2006年デビッド・リンチ監督の映画インランド・エンパイアに出演したことで、2017年思いがけない幸運が舞い降ります。デビッド・リンチ脚本監督で話題をさらった海外ドラマツインピークスへの出演依頼が舞い込みます。唯一アジア人でデビッド・リンチ監督から直接キャスティングされたのだとか。なんと10年以上前の彼女のことを監督は覚えていたのだと言います。日本でのしがらみから離れてまた輝き出した結城奈さん。しかし女優としての成功とは裏腹に、私生活では子供もおらず、結婚10年後に離婚をしています。そんな結城奈さん、2019年にツイッターでこんな意味深なつぶやきをしています。男女共に性の対象に望まれがちな容姿を授かると、まだ子供のうちから同年代やクズ大人の妄想の対象になり、世間断言家業の商材に狙われ、痴漢被害にもしばしば会う上に、同性からは妬まれるのであまりいいもんじゃないと一気にツイートして反響を呼ぶことに。おそらく自身の体験からのものだと思いますが、これを見るとやっぱりあのバッシングの真相はそうだったのかと思ってしまいますね。もう一つ意味深なことも、60歳になった時に環境が整っていたら、どっかで余っちゃった子供を引き取って面倒を見たいと思う。私がそうしてもらったので、そういう育ち方のポジティブ念を挙げられる。私を育てた祖母も養女だった。余ったもの同士が助け合えばいい。表現の仕方や語弊があるかもしれませんが、とても複雑な生い立ちであったことを自ら暴露しています。結城奈さん、それでも前向きに自然体で生きているあなたはすごいと思います。これからも応援しています。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は結城奈さん、芸能界ってやっぱり怖いところだったんですね。何があってもへこたれない彼女は、優しそうな外見からは想像もできませんが、この前向きさがあったからこそ海外でも成功したんだろうなと、改めて彼女の秘めた力に感心させられました。結城奈さん、これからの活躍に期待しています。それではまた次回お会いしましょう。